今回は自分がこの試合に記録を出したいっていうその日までにどれぐらいの試合記録会をこなせば調整していけばいいのかっていうのをね、私なりにこれぐらいじゃないかっていうのをアドバイスしたいと思います。だいたいシーズン始まるのは4月、早くても3月末とかですね、非公認の記録会とか大学であれば公認としても3月末、それでも早くても3月末ぐらいだと思うんですよね。沖縄とかでもありますね、3月の上旬にありますね。なので社会人とかね、そこら辺の実業団選手とかっていうのは早い段階で記録会試合に出て本シーズンに向けて体を作っていくっていう、そういう調整の冬季トレーニングかな、シーズンに向けての調整になってきていくと思うんですけども、中学生以降であれば4月のまず公認の記録会、大体中旬とかにあると思うんです。そこに向けて3月中にまず1回出れればいいかなと。冬季トレーニングとかしっかりトレーニング期を終えた後の自分の状態をまず知る、その試合でどういうその緊張感、試合の流れとか試合感を取り戻すためのいろんな失敗をしていい1試合目としてまず1回は出てほしいっていう、それである程度失敗したなとかっていうのが分かってから4月の記録会とかに出ていくわけですよ。今シーズンが始まってから4月の試合だとか記録会とか一発目いっちゃうと多分そこで失敗したともったいないんで、その前にある程度予行練習として3月に1回4月に入ってまず1週目2週目ぐらいに連続でトントンとこう出る、でこれ3試合目ですね。で大体4月の終わりぐらいに公認のちょっと大きい試合とか来るんですよ。そこに向けてまず一番最初にアプローチしていくっていうので1、2、3、合計3月1回、4月の1週目2週目ぐらいに2回出て、で4月の終わりにしっかり公認として自分が狙った記録を出しに行くっていうパターンをまず作る。大体6月とか7月とか、これは我々の社会人の方でもそうですけども、日本選手権とか、その間グランプリとかあるんですけども、大体その6月7月ぐらいに中学生も全中に行くための通信だとか早退だとかですね、そういうのがあるわけですよ。そこに向けて陸上選手っていうのは6月7月に向けて冬季をしっかり積んでそこにもう全集中していくわけですよね。そこまでにじゃあ合計どれぐらいの試合を記録会をこなした方がいいか、怪我とかしている人はそれにもよるんですけども、4月までに最低4回、3月1回4月に2回、4月の終わりに公認としてのしっかり記録を出すっていうのは4回ですよね。5月だいたいもう毎月最低も2試合は出てほしいんです。5月も2試合、6月になってきてようやく全国だとかいろんな先につながる試合が出てくるんで、先につながる試合の月は自分の状態にもよるんですが、最低でもやっぱり2回は出てほしい。怪我とかしてるんであれば1回記録会とか出て自分のその状態を確かめて本番の大きい試合に臨んでほしい。今言った6月まででいくとですね、3月1回、4月に記録会を含めて試合も含めて3回、5月に2回、6月に僕の中では2回出てもらって大きい試合、日本選手権とか通信総体とかに向けて合計10回ですね。結構出るじゃないかっていうふうに思う方いると思うんですけども、これはあくまでも僕の6月ぐらいまでの予定ですから、その中でもですね、全部が全部6本飛べとかそういうわけじゃないですよ。自分が5月にじゃあ出るとしたら6本中3本しか飛ばずに3本の中でノルマを決めます。じゃあ7m50だったら7m50飛んでもスパッと終わると、もう6本全部飛ばない。記録会も含めて10試合出るとして考えても、そのうちの何試合かは全部を飛ばずに、そんなに疲労もためずに、本当にもう練習跳躍、ちょっと本番に近い練習跳躍、いろんな人と争いながらの練習跳躍っていうような記録会試合みたいな感じで出るパターンもあるんですよ。全部が全部本気でいくってわけじゃなくて、あくまでもその大きい試合に向けて今自分がどういう状況なのか、どういう状態なのかっていうのを確認していって、大きい試合にバコーンとこう記録を出すっていうための10試合として今言ったわけです。だから怪我してるのにね、無理して10試合出る必要はないんですよ。怪我してるのであれば怪我した後にもう1回ぐらい出て自分の今の状態がどうなのかっていうのを確認しても大きい試合に出るとか、そういう賭けパターンでも全然 OK です。それはやっぱりその状態によっていろいろこう柔軟に対応していかないと
怪我ばっかりして、ほんまに全くもう間に合わないっていうのが一番ダメな調整の仕方ですから、まあ、怪我した場合はやっぱりその怪我をまず早く治す、そこがもう第一前提です。ちょっと大丈夫だなと思って、その怪我の状態を確かめるっていうので1試合出て不安とかいろんなものを取り除いて、本番でもう開き直って思い切って飛ぶとか、そういうパターンになりますね。すごく調子が良くてもう記録も1試合目からもう出てっていうパターンは、今言った、大体月に、まあ、最低でも2回ずつの記録会試合を組んでって、で本番の、大きい試合に向けて、しっかりと調整してアプローチしていくっていうのがいいんではないかなと思います。出るからには全部もう全力で飛ばなきゃいけないとかっていうルールはないんですよね。もう1本目にじゃあ決勝まで行くような記録を残れば、じゃあ2本目3本目ちょっとパスして、で決勝の 1,2,3 本目でじゃあこれぐらいノルマを課してしっかり飛んでこいっていう、そういう内容のものであれば別に全体の飛ばなくても内容がすごくいいんで、それはそれで全然いいと思います。で一人一人のね、その目標設定とかイメージして試合に臨む、記録会に臨むっていうのは違いますから、そこを何も考えずにただ記録会に出なさいって言われたから出る、じゃあそれ全く意味ないんですけども、自分が何をイメージしてどこでどういう成績を出した結果を出したいかっていうところをよく考えた上で、その試合に出る時の状況に応じて自分がこれぐらい飛んで、これぐらい飛んだらじゃあ全中の予選通過ラインだなとか、いろんなことを想定しながら目標を決めて出て、しっかりと成績を残すっていうのがやっぱシーズン中では大事です。なので、まあ、何度も言うんですけど、怪我してる人とかっていうのはね、無理して別に出なくていいです。とにかく大きい試合に向けてどういう調整をしていくかっていうところが大切なので、まあ、今僕が言ったね、10試合ぐらいだいたい出るのがいいんじゃないかとかっていうのも参考にしていただいてですね、で全部出たとしてもそのうちの何本かしか飛ばずに終わるとかっていうのも参考にしていただいて、今シーズンですね、いい成績結果を出していただきたいなと思います。